旬なんこ、旬があんこなんでね、ちょっと面白いですよね。ペーポン金子です。ああこれはだいぶ形がいいですね、仕掛けやすい、うん、そうですね。イーバン切り、そして萩原はここで初が問い2、鈴木達也はちょっと苦しいか。金子さんはね、まあ、自然にマンズが増えればね、はい、あの本一もあるんでしょうけど、まあ、第一候補は本一ではない気がしますけどね、うん、森山さんはこれ問い問いに行けるといいですよね、はい、パーピン入って、うん、ピンズ4連携、残しますかね。あ、残しました、うん、だからもともと本一に行くつもりはまあまあ、うん、ほぼほぼなかった、ね、ということですよね。極小化さえできればと、はい、そうですね。イーシャンテン、大阪に来てますね、3色見て、三ピンポン、森山が3ピン仕掛けました、うん、あとはどういう順番で切るかぐらいでしょうね、うん、考えるのは。早くもプレッシャーがかかっています、うん、これでイーシャンテン、うん、あんまり嬉しくないですけどね、はい、これは。萩原さんはこれね、チーソーとか急走を引けばね素直に3色に行くんでしょうけど、はい、あのスッチピン引いてテンパったらね、そのまま関連層でリーチっていうこともありますよね、はい、あの30目の運送もね、はい、ある程度布石になっていますしね。金子はこの形のイーシャンテン、金子はこれ9番、急走もポンですか。ポンしますね、うん、しますか。お、2走から入ったスチーピン待ち、これはピンフもつくからありがたいですよね、はい、ちゃんと初ですね。あ、そうですね、はい、ピンフはつかない。あ、そうか、ごめんなさい、そうでした。仕掛けた、うん、これで関連層の先輩チュン、いやですね、ちょっとやる3ピンポン、パーソーキーですからね、役なんだって話ですもんね、うん、実際はあんこでした、うん、今日はこの森山の仕掛けに萩原が翻弄されて、うん、宝珠というシーンもありました、ありましたね。力が入る9番、9番はねパワー1、3枚壁で、はい、萩原さんもチーマンがちょっと早めだからですかね、はい、リャンソーは残り1枚、チーピンは 1,2,3、 まだ5枚ですか。5枚ありますか。積もれるか、スーワン、これもちょっと気持ち悪いか。苦しいです ね達也君は、ね、きっちり降りたいですよね。うん、どれだこれ、初かな、帰って、いやでもな、そう危ないですか。いや、まあ、初で当たって何点だっていう話ですよね。チーソー、まあ運送が早いのとパーソー切りリーチなんでね、チーソーってどういう形なんでしょうっていうのはありますよね。萩原積もれるか、ここにチーピン流れだ、うん、ぐいぐい前に出てきます、うん、
もう全部いけますね。またチーピン。9ピンは切れる範囲ではないのか、まあ、ドラではない方ぐらいの感じですよね、はい、ローワン、これはもう通しています。積もった、なんと4枚目のリハーソン積もってきました。チュンのみ40分700オールは800オール、カチンって言いましたね。カチンって